第一審裁判所は、1989年に、設立された欧州連合の裁判所。欧州司法裁判所に併設されており、特定の分野に関する紛争の第一審を行い、控訴された場合は案件を、欧州司法裁判所に送る。第一審裁判所の設立によってに申請が、導入され、第一審裁判所で扱われた案件はすべて、 欧州司法裁判所に上訴することができるが、この時は法律の解釈のみが争点となる。2003年2月1日にニース条約が発効したが、この条約では直前の5年間で欧州司法裁判所に持ち込まれる案件が増加したことを受けて、その負担軽減を目的に特定分野の案件を取り扱う司法省委員会の設置を認めている。 2004年11月2日、欧州連合理事会は、欧州連合公務員裁判所の設立決議を採択した。この新たな裁判所は8人の判事で構成され、欧州連合の初期間に勤務する職員の労働問題に関する紛争を第一審で取り扱うこととされている。公務員裁判所の決定については、法律の解釈のみを争点として、 第一審裁判所に控訴することができ。さらにこの分野においては、第一審裁判所の決定について、例外的に欧州司法裁判所が再審議することができる。欧州連合公務員裁判所は2005年12月2日に、正式に発足した。なお、2016年に欧州連合公務員裁判所は廃止されている。なお現在、 欧州連合特許裁判所の設置が議論されている。2014年以降、第一審裁判所は28人の判事で構成されており、加盟各国から一人ずつ選出されている。判事は、任期6年、再任可能で、各国政府の総合間の合意を受けて選任されている。判事はそれぞれ任期3年、再任可能である、裁判所の代表となる長官と、 五人からなる、小法廷の裁判長をご選する。第一審裁判所では、欧州司法裁判所と異なり、法務官を常設していない。法務官を要する案件はごく限られており、またそのような案件では、判事が法務官を兼ねることとされ、実際に法務官を要する事例は稀であると言える。第一審裁判所では、欧州司法裁判所と同様、各種法律が、 欧州諸共同体の根拠となる条約の解釈、適用の範囲内で運用されているか、また適切な共同体機関の採択を受けているか、どうかについて判断する。この使命を実行するために第一新裁判所の管轄権は、司法省委員会に分担した案件と欧州、司法裁判所で扱うべきとされる案件を除いて、個人や加盟国が提起した、 訴訟の第一審をすべてに及んでいる。訴訟の案件となり得るのは以下の分野のものである。第一審裁判所には独自の手続きが存在する。一般に審理は書面によるものと口頭によるものとがある。また審理に用いられる言語については原告が選択することができる。また、主席判事は改定にあたって長官が任命し、裁判手続きに従って審理が進められる。 書面審理がなされたとしても、場合によっては尋問が行われることがあり、このような案件は公開法廷で審議される。裁判の一連の審議は必要に応じて、他の欧州連合の公用後に同時通訳される。判決は、主席判事の判決案を土台として、審理、決定し、公開法廷において判決を下す。ありがとうございます。